武蔵野堂々の安田淳二と申します。よろしくお願いします。これ造語なんですけど、自分の草がいっぱい生えてる畑がありまして、でちょっと土をこう掘ってみて、その時にミミズみたいのが結構出てきて、で土の状態がすごいふかふかしてて、土が躍動しているような感じがして、でまあなんか堂々してるな動いてるなっていう感じがして、堂々農園っていうのを作りました。鶴ヶ島にあるあの、農業大学校っていうところで2年間学んで、そこからまあ自分は有機栽培をちょっともう少し自分の中で深めて勉強したいと思ったので、あの熊本に有機農家がいたので、そこで学ばせていただきました。そこに育つ作物が本当に、まあ、見るからにも健康っていうか生き生きしてて、まあ、こういう作物を自分も作っていきたいっていうのはあるし、すごいそれが魅力にも感じましたね。ナス、キュウリ、ピーマンとミニトマトとか、あとはあとちょっと珍しいのでツルムラサキとかクウシンサイ、夏の葉物をやったりとか、あの無農薬でやってるっていうのはあの、虫がやっぱりあのよくつくので、食べる虫ですね、あの葉っぱをあの全然収穫できなくてお客様にお届けできない時があるのがまだ結構ありまして、うん、そういうのはやっぱりちょっと辛いなっていう時ありますね。そこを乗り越える力っていうのはやっぱり農業が好きだっていうのが一番じゃないでしょうかね。個人のお客様に直接販売する、ご自宅に配達するっていうのがうちの農園のまあ販売方法で、あの野菜セットっていう感じで、自分でこちらの方で詰めて、まあ人参とか葉物とかバランスよく入れて、それでそのまま夕方に配達するような感じですね。作物の出来が良くなくても、まあ、そのいろいろな意見をご意見をいただけて、またそれを励みにまたできるっていうのは、まあ本当に醍醐味っていうか、本当にやっててよかったなっていう、あの美味しいっていうお客様からあのなんだろうお話をいただくと、あもう本当にやっててよかったなっていう気持ちになりますね。まあ、すごいとてもやりやすいですよね。ベテランの方多いので、もうすぐにあの通りかかってちょっと話アドバイスしてくれたりとか、あの温かい先輩が多いので、その人間はすごい恵まれてやりやすいですかね。今ね有機農家の、ね、仲間が増えるっていうのはすごい、その例えばここのここでできなかったよとか、そういうなんかこれは失敗したよみたいな情報共有がもうできたりとか、自分の場合は種をあの毎年取ってるあの固定種っていう種なんですけど、あのその種が例えば交換会とかそういうのが開けたりとか、そう仲間がいればそういうのもできるのかなと思うので、うん、そういるいっぱいいるとやっぱりやりやすいですよね。農業が、有機農業がですね、農業を本当に好きっていう気持ちがある方だったら、あの飛び込んでみてもいいと思いますね。これだと思ったらやってみていいと思うんですけど、はい、やらないよりかやってみていろいろ感じて方が面白いと思いますね。はい。